パリオリンピックは29日午後、日本時間30日未明、柔道男子73キロ級の3位決定戦が行われ、32歳で五輪初出場の橋本壮市、パーク24、が、アキル・ジャコバ、コソボ、に勝ち、銅メダルを獲得した。橋本は開始8秒、背負い投げで技ありを奪う。その後、お互いに2つの指導を受けた。ジャコバが右手中指を痛めて治療による中断もあったが、そのまま優勢勝ちとなった。橋本は、たくさんの人が見に来てくれた。本当に手ぶらで帰るわけにはいかなかった。僕の柔道人生に悔いが残らないように戦った。金メダルは届かなかったけど、本当にいろんな思いがある、と振り返った。2回戦から登場した橋本は、初戦はマーク・フリストフ、ブルガリア、に開始12秒、袖釣り込み腰で技ありを奪い、そのまま優勢勝ちを収めた。準々決勝では、地元フランスのジョアン・バンジャマン・ガバ、23、に延長戦で指導3回の累積による反則負け。敗者復活戦では、エルデネバ・ヤルバザヤ、モンゴル、に反則勝ちで、3位決定戦に進出した。28歳のジャコバは世界ランク17位、東京オリンピックの女子57キロ級金メダリスト。